おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの君が死ね多数決デスゲームやっていきたいと思います。ついにこのゲームを実況する時がやってまいりました。ずーっとやりたくて、ただ前使ってたパソコン、ノートパソコンがね、ゲーム集まるが重すぎて全然プレイできなかったので、今ね、このゲーミングデスクトップ PC になっている今ならプレイできるじゃないかということで、楽しみだなぁ。ちょっとこれ出たのがさ、2年前とかもっと前なのかな、なんですよね。で、このゲームね、ちょっとずつお話が更新されていくタイプのゲームなんですけど、まだ完結してないらしいので、これは、やるしかないでしょってことで、早速始めていきたいと思います。うわぁ、ドキドキするな。なんかいっぱいキャラクター出てくるらしいので、そのキャラクターたちに没入しながら、いっぱい感情移入して楽しんでいけたらなと思います。では、初めからやっていきます。ああ、おー、誰？ワクワクする。おーい。なんか誰かに呼ばれているわ。誰？どちら様？あら。なんか頭の形変だね。塗られひょんみたい。やあ。いきなりだけど、君は多数決って知ってる？お、知ってますよ。何をバカにしてるんですか？だからこれね、確かに多数決デスゲームって言うから、なんか多数決で死ぬ人を選ぶとかそういうのなんかね。え、ちょっと怖いな、このゲーム。すでに。当たり前だよ。怒らないでよ。答えやすい質問から会話は弾むものさ。そうね。確かに。仲良くなる第一歩は、まあ、世間話みたいなところあるからね。おや？誰かそこにいるみたいだよ。青い人。多数決は大好きだ。多くの人間の意思を取り入れる民主主義のあるべき姿。争いを生まない方法だ。なるほど。あ、赤い人。多数決なんて大嫌い。少数派の人間を黙らせるための手段に過ぎない。表に出ない闇を増やすだけだ。なんか小難しい話をしてるね。ちなみに君は、青い人と赤い人、どっちの意見に賛成するのかな？そう、ねえ。まあ、闇は少なからず出てきちゃうとは思うけれども、やっぱその、大人数の意見っていうので、今世界は動いているって思っているので、青い人かな。結局ね、そんな少数派の意見をこう取り入れるって言っても、すべて取り入れるのはやっぱりね、いろんな人間がいる以上難しいので、青い人かな。なんで？ああ、死んじゃった。え？すいません。でもやったね。君と同じ賛成派の方が多かったんだ。あ、そういうこと？もう始まってるの？あ、私の意見でこの、なんか、二人ずつ出てきて死んでいくみたいな感じのゲームなの？え？結局多数派が絶対なんだよね。集団で生きていくってさ。ん？何その顔？死ぬと知ってたら投票しなかったって？そうですよ。死ぬって分かってたら、ちょっともうちょっと真剣に選んでたと思うな。もうちょっとあと一週間くらい考えさせてもらってっていう感じで、ちょっと返事を保留にさせてもらったんですけど、ちょっと、ごめんなさいね、赤い人。やれやれ。そんなことじゃこの先進めないよ。そういうゲームなんだから。っていうか、あなたは何者なんですか、ぬらりひょんさん。不満そうだね。そうだ、そこまで言うなら、次は君の意見と僕の意見で多数決しよう。いや、二人しかいなかったら無理じゃない？それじゃあ、行くよ。うわぁ！びっくりした！なんだお前！え？何？ああ、そういうこと？拍手。ああ、拍手。拍手。びっくりしちゃった。拍手送りましょう。どういうこと？はい。何？もう何なの？何があったの？私の料亭これ。どういうこと？どうすればいいの？え？ああ、進んだ。はい。
何ですか？これはどうしたらいいんですか？え？ああ、クリックすればいいのか。なんか私の手めっちゃごついな。どなたの？ん？ん？なんか可愛い感じの女の子の髪型をしている後ろ姿がありました。語彙力な。あれだよね、多分タイトル画面にいた子なんじゃないのかな？これは誰だろう。変な夢を見てた。顎が痛い。机に突っ伏して寝てたからだ。もうこんな時間。帰らなきゃ。これどちら様なの？急ごう。さっきの多数決の人？ぬらりひょんくんなの？あら！あら、これあれじゃん。さっきの後ろ姿の子じゃん。サラちゃんっていうのね。かわいいわね、あなた。なんかすごいスタイルもいいし。お胸もすごくたわわでございまして。変態かな。あ、すっかり真っ暗だな。あ、こんな感じの喋り方なのね。まあ、結構クール系って感じかな。気になるところをタッチして調べてみよう。なるほど。はい。じゃあまずデータを調べましょうか。学籍 ID。サムライオンナ。え？サムライ女？何？サラちゃんはサムライのような女ってことなのかな？学年が、第2学年。氏名、指導員サラ。身長 164.5 センチ。おー、スラッとしてますね。いいですね。体重かけよ！絶対軽いと思うけど。上記のものは本学の学生であることを証明する。その辺の高等学校長？え？その辺の高等学校長？その辺のかな？その辺の学校って、なんか、あれかな？学校はあんまり関係ないのかな？あ、その辺のハイスクールでした。すいません。その辺のって読んじゃった。で、オプションは？あー、オッケーオッケー。こういうことね。これどうやって戻るの？こうか。で、一応セーブしときましょうかね。はいはい。で、気になるところ。公園の池。校庭の池だ。校庭の池だだね。池だってなんか誰かみたいだね。深夜12時に覗き込むと、水面に映った自分が語りかけてくるという噂がある。ぼっちには歓喜のスポットかもしれない。すごい観点。何？話し相手がいないから、自分が話しかけてくれたら嬉しいなってこと。すごい発想だな。まあ、こういう草は調べられないっぽいね。で、これ電気ついてるね。明かりがついている。警備員さんかもしれない。いつもありがとうございます。ああ、お礼が言える子。いいね。こうして眺めると、夜の学校は昼と全然違うな。そうね。あ、消えた。電気は、こんな暗い道を帰るのか。え、帰るの？あ、てか、BGM なくなっちゃった。困るよ。うん。え、帰るってこと？学校の正門だ。ここを通らなきゃ家には帰れない。帰りたく、ない。なんで？なんかあんの？家庭の事情？え、帰りたくないならどうしたらいいの？あと何が調べられる？なんかいる！どなた？誰かがいる。はい。え、誰かがいますよ。うわ、びっくりした！ビビりすぎ。普通のなんか肩幅が広い人間だったわ。ジョー君。何してんだ、サラ。ジョー。タズナジョー。同じ学校に通う同級生。何かと一緒にいることが多い。あー、何？ポケットになんか可愛いワンちゃん連れてるから、そういう、タズナを握るみたいな、そういう意味かな？耳すごいな。耳のイヤリング、これピアスかな？ピアスすげえな。いや、でもキャラデザめっちゃいい。こんな遅くまで部活か？待ちくたびれたっつの。まあ、いい。お前には言いたいことがある。言いたいこと？すごいいい BGM。なんか、ジョー君のテーマみたいな感じなんだな、この BGM は。お礼だよ！お礼？何だったかな？ほら！
前に紹介してくれたろ、りょうこちゃん。ああ、あ、なに、チャラ男なの君。めっちゃいい子じゃん。感動。可愛かろう。可愛い。今日なんかドネルケバブを一口で完食だぜ。食いしん坊だよな。どんな子だよ、りょうこちゃん。すごいな。退職感なのかな。ドネルケバブを。デートしてきたのか。ついさっきまでな。お前に自慢したくて学校戻ってきてやったんだぞ。家に帰ればいいのに。もう目標は達した。帰ろうぜ、サラ。あ、移動が出た。なるほど、ジョー君と行動を共にすると。いいな、ジョー君のテーマめっちゃ明るい。助かる。それでな、りょうこちゃんと俺はついに。いつまで続くんだろう、この話。興味なさそうで草。聞いてんのか？すげえ発展したんだぞ。え、なに、どこまで行ったんですか？めんどくさい男だな。興味がない。キスでもしたのか？あ、あら、なに？もう付き合ってるってことなの？で、あ、デートしてきたと言ってたもんね。え、チュッチュチュッチュしちゃうの？え？キスでもしたんですか？バカ言うな。最初のデートです。そういうあれは、けだものって言うんだぞ。やばい。私の中のジョー君の好感度が、バリバリに上がっている。手を繋いなんだよ。とんでもない進展だろ。まあ、俺が速攻に落ちて引き上げてもらっただけなんだけどな。見た目がチャラい割に奥手だね。はあ、チャラくねえよ。いや、チャラいです。チャラ男かって言っちゃったもんな、さっきな。いや、でも、あれだね。ワンコ系なんだね。ポケットに犬入れてるだけあるね。心外だ。割とマジで嫌だぜ。くそ。中学時代みたいに坊主にするか。何、野球部だったんか君。だから肩幅そんな広いの。あー、なるほどね。坊主もう嫌だからって言って髪伸ばしてたらなんかチャラく見えちゃったみたいなタイプの子なのね。なんで私の好感度バリバリに上げてこようとするの、ジョー君。悩み始めてしまった。あ、で、ここを調べられるってことかな。気になるところは一つあるけど、うん。ぼんやりとした街灯があたりを照らしている。うん。これだよね。これ気になるね。不審者だって。間違った。不審者注意の張り紙が貼ってある。うん。何の反応、ジョー君。この時間に帰ることはほとんどなかったから、とても暗く感じる。どうした？手でも繋いでやろうか？はぁ？え、やばい、りょうこちゃんがいるのに、ジョー君にはりょうこちゃんがいるのに、浮気にならない？浮気にならないんだったら繋いじゃっていいかな？私結構ジョー君のこともう好きなんだけど。はい。まあ、どうせご自慢の握力で握りつぶす気だろ？やっぱなしだ、サラ。ああ、そうですか。すいませんでした。そんな自慢ないけど。マジな話、お前彼氏作れば悩みもなくなるんじゃないの？何、なんかストーカーでもされてんの、サラちゃん。可愛いもんね。お、真剣な顔つき。寝れてねえんだろ、ストーカーのせいで。やっぱりか。だからあれか、不審者注意の張り紙見て、あの神妙そうな顔をしてたってことね。だからいつも一緒に帰ってくれてるのか。え、ジョー君。バカめ、俺は自慢したくてだな。ありがとう。何のことやら。まあ勝手に感謝すんなら止めねえけど。さて、ぼちぼち行こうぜ。親御さん、遅いと心配しちゃうだろ。ああ、だから家に帰りたくなかったんだねって言おうと思ったら、なんか街灯の下に変な人がいるね。すーごいね、小瀬。ちょっとね、姿勢正した方がいいよ。それね、本当に体に良くないから。ああ！逃げなきゃ！ジョー、走って！すごい怖かったよ、今。は？あれがストーカー？家、着いたな。家、電気ついてないけど。大丈夫だ。ここまで来れば安全だって。
じゃあ。いや、怖かったよ、あの赤い目は。もうデビルモードだったじゃない、あれ。怖い。怖い。怖いよ。いつか私は、殺されるんじゃ。そんなことさせねえって。ジョー。いやー、これが、友情なのがいいよね。だって、ジョー君にはリョーコちゃんがいるわけで。で、ジョー君とサラちゃんは、なんか親友みたいな、相棒みたいなポジションってことでしょ。いや、これ、いいわ。いいですわ。いつでも呼べ、俺を。ごつい後輩どもと来てやるよ。あれか、野球部の後輩かな。あいつは、私を見ていた。そして、何か、喋ろうとしていた。さ、親御さんが待ってるぞ、サラ。ああ。え、何、本当はそのストーカーは悪い人じゃないみたいなパターン？なあ、ジョー。まあ、俺、いや、どうかな、帰り気をつけろよ。まあ、気をつけろよ、かな。帰り、気をつけろよ。おう！また明日、学校でな。さあ、入るか。ん？家の明かりがついてない。そうだよね。そうなのよ。私は最初から気づいてたわよ、サラちゃん。え？家に入る？鍵ちゃんと持ってる？見慣れた玄関のドアだ。鍵が開いている。マジ？うちの表札だ。玄関を照らすおしゃれなランプだ。停電しているわけではないのか。窓からはリビングが見えるが、明かりがついていない。移動しますか？家の中に。大丈夫かな？不審者家の中にいるんじゃね？うわ、倒れてる！暗い。なんで電気がついてないんだ？お母さん、お父さん、帰ってきてないの？あ、観葉植物が倒れている。なんだか家の様子が変だ。何、わざわざ観葉植物倒したんか、その不審者。暇だね。こっちにはトイレがある。リビングルームだ。普段ならお母さんがテレビでも見ながら待ってるはずだが、ついてないもんね、電気がね。奥には両親の部屋につながる扉があると。2階へ続く階段だ。2階には自分の部屋と両親の部屋があると。まあじゃあまずリビング行くか。暗いなぁ。電気がついておらず真っ暗だ。おかしいよ。誰もいないわけないのに。電気をつけよう。電気どこ？これ？電気のスイッチがある。ちょっと待って。他、まだ何も見えないって言われるのかな？あ、暗くてよくわからない。つけましょう。はい。嫌な予感がする。え？やめよう。ちょっと、まずじゃあ、2階行ってみようか？怖い。鍵がかかっている。誰かが入って鍵をかけた。お父さんじゃないよね。え？あ、入れないんだ、今、まだ。あ、やっぱ電気つけなきゃいけませんよね。そうですよね。そりゃそうですわ。電気つけましょうか。はい。嫌な予感なんてしないよ。よし、つけるぞ。勝ち、あ！ママ！お母さん。倒れてるけど？お母さん！お母さん！お母さん！え？大丈夫？お母さん、しっかりして。呼吸はしている。気を失っているようだ。どうしよう。どうしよう。え？一体何が？洗ったボトルがいつもの場所に置かれている。おしゃれな器が並んでいる。壁掛けのテレビだ。まあ、つけるわけない。幼い頃に亡くなった祖父の写真。本棚だ。お父さんの難しそうな本から漫画や雑誌まで特に法則なく置かれている。これは何？北海道へ家族旅行に行った時の写真だ。ああ、じゃあ結構普通に仲睦まじい感じのお家なのね。で、廊下につながる扉だと。こっちは何？両親の部屋につながる扉だと。で、鍵が落ちてるね。あ、これが私の部屋の鍵ね。私のっていうか、サラちゃんの部屋の鍵ね。なんでこんなところに。
まあ誰かがサラちゃんの部屋に入ってなんかあの覗きでもしてたんじゃないですか。やっぱストーカーかな。ストーカーがサラちゃんの下着盗みに来ちゃったのかな。ああ、うわ、びっくりした。ちょっと待って、ジョー君どうしたのよ。お家帰ったんじゃなかったの？サラ、ジョー、お願い、助けて。お母さんが倒れてるの。落ち着け。病院か警察に電話したか。まだ、電話しなきゃ。俺がする。いいからサラ、お前はまず冷静になれ。ジョーは電話をかけ始めた。何をやってるんだろう、私は。気が動転している。でも、何かしないと。何か。だったら観葉植物立て直したらいいんじゃない？それはしないんだね。トイレ行ったりとか？ああ、しないんだね。お部屋行かなきゃいけない？はい、お部屋ですよ。鍵がかかってると。はい、自室の鍵使いましょう。はい。これで開けよう。自室の鍵を使った。あ、セーブすればよかった。ドアを開けた。あ、セーブできる。やった。行きますか。え？あ、サラちゃんを背後から眺められる私。お父さん、お父さんいるの？お母さんが倒れちゃったの？お父さん、どこ？え？あら、まあ、複数人の手。え、一人じゃないの、ストーカー。君が死ね。多数決デスゲーム。制作、南紀大。南紀大先生、対戦よろしくお願いします。いや、まさかね、ストーカーがね、一人じゃなくて、複数人の犯行だとは思わなかったね。お。ここはどこだろう。目の前に見えるのは天井か。なぜここで寝ているんだろう。え、じゃあまずじゃあ自分を思い出そうか。私はサラだ。高校に通う至って普通の人間だ。いいぞ、身近なことから思い出すんだ。で、状況を思い出すか。確か私は家に帰って、そうだ、お母さんは、お母さん！勢いよく飛び起きようとしたが、できなかった。なんで？頭に何かついている。ん？落ち着いて考える。私は今、寝そべっているようだ。ベッドの上か。この頭の違和感は、一体。触って確かめるか？じゃあ。私は恐る恐る触って確かめてみた。ベルトのような、機械のような、縛られている。まるで、拘束されているような。あ、頭自体がもう起き上がらない。足とかはどうなんだ？足も固定されてんのかな？嘘。どういうこと？体温が上がる。一気に私の中に恐怖が目覚めた。やだ、ここはどこ？誰か！体の自由が効かない。頭だけでなく、左腕や胴、足も拘束されているようだ。右腕だけ武士ってことね。動くのは右手だけだ。誰か！叫ぼうとして冷静になった。ストーカーのこと。あいつが、お母さんに危害を、そして私を連れてきた。もしかして私は殺される？サラ、そこにいるのか。ジョー君もいるの？この声は、ジョーいるのか、隣に。ああ、けど体が動かねえんだよ。なんとかしてくんねえか。ジョーも同じ状態なのか。お電話です。電話？いや、私の電話じゃないよ。あなたの電話？ポケットを探ってみよう。動く右手でポケットを探るが何も出てこない。あ、じゃあジョーに聞いてみよう。ジョー、お前の方から鳴ってないか？
本当だ。俺のポケットの中に何か。これか。もしもし、誰でもいい。助けてくれ。音声案内を開始いたします。は？これより最初の試練を行います。サラさん、ジョーさんにはこの部屋のどこかにある鍵を見つけていただき、ご自身を縛る拘束具を解除していただきます。もしこちらが設定した制限時間を超えても解除できない場合、ベッドの装置が起動し、バタンと体をへし折ります。ぜひとも、このスリルを全身で味わってくださいませ。すごい、えげつないことを言ってるのあなたわかってます？音声自動案内さん。制限時間はたっぷりと、5分とさせていただきます。なお、鍵は1本しかないため、どちらが使うかご相談ください。なんだよ、これ。最初の試練。5分後に、死ぬ？ああ、どうすりゃいいんだよ。そりゃそうよな。今悩んでる暇はない。え、ポケット探ろう。動く右手でポケットを探るが、あ、ダメか。ジョーに聞こう。ジョー、自分の服を探してみろ。やべえ、ポケットから電話取った時に何か落としたかもしんねえ。そんな拾うんだ。わかった、拾った、鍵だぞ。よし。ちょっと待って、セーブできないの？どうしよう。いやー、ジョー君に使ってもらおうか。早くその鍵を使うんだ。そう、サラちゃんだったら多分ジョー君を優先すると思う。いいのかよ。そしたらお前は、さっきの話が本当なら私は死ぬかもしれないけど、ジョー、お前なら何とかしてくれるだろう。わかった、使う。そんでお前も助ける、絶対に。なるほど。くそ、手間取った。どうにかしてサラを助けるんだ。うわぁ、強制セーブね。なんか1374という数字があるぞ。で、なんだこの数字と。これは何？で、紙やすりが吊るされていると。はい、こんなもの何使うんだよと。で、ここに、緑色の錠前があると。どうすると。赤色の鍵は多分刺さらない？鍵穴とサイズが合わない。はい、なるほど。この鍵使えないと。で、これは何？4桁の数字を入れるダイヤル。触ってみるか。いや、いいです。で、紙やすりを、これってこう、あ、触れるのか。赤い色の鍵。俺の拘束具はこれで外れた。あ、鍵の先端が削れてきてないか。削れた先端部分から緑色が覗いている。これ、元は緑色の鍵に、これ元は緑色の鍵に赤色の樹脂がくっついてるんだ。あ、待って、時間経過してるわ。削るものがあれば緑色の鍵に戻るかもしれない。なるほど。これだ。ヤスリ、ヤスリ。そうか、これで鍵を削ればいいんだ。これで赤色の樹脂が削れて、一回り細い緑色の鍵が現れたと。で、これで刺す。どうする？これ外れた。よしよしよし、本当か。今解いてやるからな。絶対この1374は外に出るときに使うやつだから、そっちじゃなくて、あの、やっぱそうだよね、サラちゃんを助けるにはこっちってことよね。ああ、焦った。ありがとう、ジョー。あ、立てるか。ドアがあるぜ。こんなところさっさと出よう。待ってよ、ジョー。くそ、真っ暗じゃねえか。何も見えないな。え、壁を伝って進んでみる？左は突き当たりだ。右にしか進めそうにないぜ。マジで離れるなよ、サラ。ああ。ただただまっすぐに進む。しかし、どこまで進んでも一向に光は見えない。長い、とても長い廊下のようだ。それとも大して進んでないのか。ジョー、
ああ、スマホの明かりを使おう。さっき使ったスマホ、あれの明かりで、あたりを照らしてみないか。ナイス、サラ！頭いいな、お前！ありがとう。ちゃんと持ってきたか？あ、置いてきた。おいおいおい！仕方ないさ。なんか明かりになりそうなものは。体を探っているその時だった。下から吹き上げる風。足が地面から離れた。上に飛んでいるのか。違う！俺たち落ちてるぞ！床が抜けたんだ。長い、高い、どこまで私たちは。なんだか気が遠くなって。いや、私も無理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 、マジで無理。あのジェットコースターとかはマジで絶叫系全然無理だから、この落ちる感覚が無理。え、大丈夫？地面大丈夫？おい、起きろ。誰？ジョー君？な、ん？おっと。あら？イケメン。え、やばい、好き。単純かな。単純すぎるな。え、待って、単純すぎるかもしれないんだけど、好きです。がたいがいい、この気だるけそうな顔をしたお兄さん、好きです。この目つきたまんねえな。このちょっとヘラッと笑ってる感じもいいね。そしてこの首についてるのは何ですか、お兄さん。もしもーし。ジョーちゃん、いつまでもほうけてる場合じゃないぞ。ここはさあね。あ、生きている。怪我もない。怪我もない？なんで？人がいる。お？かっこいい。なんかもうめちゃめちゃパンクなサイズ、本当だ、パンクな女って言ってたわ。てめえら誰だ？ここはどこなんだよ？あー、巨漢。俺たちも知らんだきゃ。落ち着けて。作業着の女。どなたか説明できる人はいないんですか？エプロンの男。困るな。急にいっぱい出てきたな。何がなんだか困りましたね。ほとんどが取り乱した様子でこちらに気づいていないようだ。一体何が起きてるんだ？あー、なんかいっぱいいる。あ、ジョーもいる。ジョーいるじゃん。ちょっと待って、まずセーブして、じゃあ今日はこれくらいで終わっときましょうか。ご視聴ありがとうございました。初っ端からその最初の試練とかに巻き込まれて大変でしたけども、あれ時間切れになってたらどうなってたんだろうな。それも気になるけど、ちょっとグロい展開あんま見たくないんで、生き残るの重視で私はプレイしていこうかなと思っております。人の命はね、一つしかないわけで。じゃあこれからこのキャラクターたちとどんな物語を繰り広げていくのか、すごい楽しみですね。サラちゃんよろしくね。ってことで、また次回に続きます。お疲れ様でーす。